タミヤ10分の1、メルセデス・ベンツ、アクトロス3363、ギガスペースの、製作、工程第6回目になります。前回は説明書でいう丸5番までのフロントメンバー、補強の付け方ですね、フレームのところの、製作をいたしました。そこまでできたのがこの状態になります。これはシフトをチェンジをするためのサーボで、あとフレームの補強材がつきました。橋型になってくると、自動車の骨格の部分になります。アルミのフレームの、サイドのフレームで、きれいに剛性が上がっているシャーシになります。でこちらのところの次で丸6番の、ステアリング、ブロックハンドル周りの、組み立てになります。こちらのタイプは、製作するとこの絵の通りですけれども、このようになります。組み立てはとても優しいですから、この絵の通りに作っていただければ大丈夫です。であとロッドの長さをこの3つ使います。でこちらはハンドルのサーボと、こちらのこれが現物でこのロッドですけれども、これが実寸になりますから、この絵に合わせてできる、これが一番長い方ですね。これで当てていくと後で調整ができますので、あんまり、きっちりじゃなくても大丈夫です。約で構いません。こちらとこちらのロッドですね、これもこちらのところになります。でこちらはほぼ 0.5 ミリで少し開けてつけます。これで、準備は OK です。でこちらの方を丸7番でステアリングサーボの取り付けになります。こちらの方は、5番まで作ったフレームにこちらを取り付けます。今回の場合は、ナットはいりません。シャーシの方にネジ穴がついてますんで、この通りにつけます。でこれとこちらは3の12の長さの手を4本使います。ほぼネジ穴は決まってますけれども、最初は緩く対角線上に締めて、1、2秒だいたい決まってから本締めに入ります。全部で4本締めます。このようになります。そしてハンドルのサーボですね。こちらは、こちらの絵のように取り付けます。3の8のネジで最初はそっとつけます。
こちらの場合は3本ネジを使いますんで、こちらの方は1本だけです。で本締めをします。最後に、先ほど作ったロッドですね、これをこちらとこちら側につけます。表と裏があって、少し広い方が入れやすいボールになりますので、このようにします。軽く動くかどうか確認します。これでステアリングのロッドに、これで丸7番までの完成になります。この後は、次回は丸8番ダンパー、丸9番フロントアクスの取り付けといきます。本格的な板バネのものを作っていますので、この辺になってくるとだいぶ自動車らしくなってきますので、なるだけスピーディーにお見せできるようにいたします。よろしくお願いします。